湯沢市でキラリと光る人をピックアップ、キラリチャンネルのコーナーです。本日はここ秋田アスレチッククラブ湯沢でバレエエクササイズを教えている石田玲さんをピックアップします。バレエって聞くと、舞台で踊るクラシックバレエを皆さんつま先で立ったあのクラシックバレエを想像されると思うんですけれども、バレエダンサーが日々基本練習で毎日毎日積み重ねている基本練習を皆さんにストレッチ、ゆっくり音楽に合わせて体を動かしてということを短い時間で簡単にご紹介しながら、はい、続けていただいてます。だいたい 3,4 名の方が特に日にち曜日を決めずにお時間ができた時にいらしてますので、そうですね、だいたい30代から60代ぐらいの方が今続けて来てくださってます。湯沢に地元に戻ってきてまだそんなに長くないので、商店街を主人と散歩して歩いてみたりとか、あとは車でドライブしたり、そうですね、もうとにかく地元をこれからはいろいろ発見して楽しんでいこうかと、はい、思ってます。バレエの美しさというか、健康ももちろんなんですが、美しいこう仕草とかそういうものに、姿勢とかそういう女性らしさとかにとても興味が出てきて、そして私も先生のように美しくなれたらなっていう憧れで、その気持ちが一番強くなりました。知らない方たちとの交流がすごく楽しくて、もうとにかく先生の言葉にみんなすぐ反応しながら笑って、楽しく笑いながらできてるというのが一番素晴らしいところではないかと思います。でこれからもやっぱり健康と美しさを追求して頑張っていきたいと思います。それでは体調の悪い方、いろいろと皆さん抱えてると思うんですけれども、なかなか自分一人では続けられないと思いますので、ぜひ、買い物の合間、それから家事の合間にお時間作っていただいて、クラスで、お友達と一緒に、また同じ悩みを抱えた方と一緒に楽しく、バレエエクササイズ始めてみましょう。ぜひお待ちしてます。バレエ初体験の私でも楽しく参加することができました。普段使ってない筋肉を伸ばして体が温かくなり、とても気持ちよかったです。ぜひ皆さんも参加してみてください。湯沢市でキラリと光る人をピックアップ、本日のキラリチャンネルは秋田アスレチッククラブ湯沢でバレエエクササイズを教えている石田玲さんでした。本日はありがとうございました。